よっしゃ、行きますか。FM ギノワン、お聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。時刻は午後5時を回りました。ギノワン市、キユナギノワンヒルズ通りの高台にある、スタジオ FM ギノワンから飛び出しまして、本日もやってまいりました。こちら、コンベンションセンター裏にございます、トロピカルビーチからの生放送、サザンブリーズ木曜日。本日のお相手、私、東克明と、はい、南部マンゴーパーティーズの宮茶です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやー、宮茶。はい。今の時間。はい。ラジオほとんど聞いてないんじゃないの？あ、もう聞いてないよ、これ。もう、言いたい放題だね。ちょっと、もしかして。もしかして、裏であれですよね、今。もしかしてだけど。あの、毎年恒例の、野球？今。はい。もうまさに真裏で。真裏で。阪神西宮甲子園球場にて。かっこいい。やってますよ。興南高校ですよね。興南高校対日浦土大か。はい。はい。茨城とね、やってますけども。いや、青春真っ盛りの時間、今、野球どうなってるんですかね。気になる。気になる。気になるけども、そんなもう途中経過を気にしてしまったら、どうしようもないので、はい。行ってみましょう。ぜひね、終わってから、このラジオ終わってから楽しみに、はい。見ていただきたいなと、思っております。はい、はい、今日もですね、トロピカルビーチから、お送りしているということで、今日もね、またたくさんの方々が遊びに来ておられまして、はい。もうね、またね、今日はね、結構、団体の方々の、うん、はい、バーベキューが、はい、ありまして、あ、さっきですか、さっきちょっとちらっと見に行きましたけども、はい、20人ぐらいかな、すごい規模ですね、それがもう2組ぐらい、へえ、うん、いっぱい、ま、いらっしゃいましていらっしゃいましたね、もうね、すごい楽しんでますよ。いや、暑そうですけど、なんかでも海綺麗ですね、相変わらず。いやー、そりゃそうでしょうよ素敵ですよ。今日もいい天気ですからね。はい、ただただ、まあ、週末、はい、台風でらしいですね。近づいてきてるってところで、それがちょっと心配なんですけども、はい、まあちょっとね、それはまあ、もちろん台風対策は皆さんね、うん、やっていただきつつも、今日はまたね、まあ、晴れてますから、しっかりとね、はい、一日今日も楽しんでいただきたいなと思いますので、今日もよろしくお願いします。お願いします。さあ、というわけでございまして、サザンブリーズ。はい。投資のメッセージテーマは漫画、漫画ということになっております。はい、はい、あのね、はい、ちょっと大げさなことを言いますけど、はい、漫画はね、はい、人の人生を救うよ。ああ、いいこと言ってる。これはね、うん、僕はね、なぜそんなことを言うかというと、教えてください。僕が救われたからなんですよ、はい、おー、というのも何があったんですか。あの、このサザンブリーズでは、はい、ちょこちょこと喋ってるんですけど、ミヤちゃんに言ったことあるかな。ないです、ないです。僕はあの高校生の時に留学、ああ、ちょこっと聞きました。留学してまして、はい、オランダの方にね、行ってたんですけども、うんうん、はい、まあ、英語も喋れずオランダ語も喋れずというところで、はい、もう全然誰とも会話できなかったんです。おー、で勉強するの難しいとかって思いながらも、はい、でもそんな中なんとなくフラッと立ち寄った本屋さんがありまして、はい、そこにはですね、うん、見慣れた絵がですね並んでたんですよ。何ですかそれ。それがですね、気になる、うんうん、オランダ語で翻訳されたドラゴンボールだった、はい、おー、読みたくなりました。もうねどうでした。あ、それ見つけた時はもうすぐ手に取りましておー、
それを購入させていただきましてですね。もしかして実は今日ね持ってきちゃってます？手元にあるんですよ。え、オランダ語ってやっぱ英語じゃないですもんね。オランダ語だから。オランダ語で書かれたドラゴンボールっていうね、ここに今ちょっと代表していくつか持ってきたんですけども、日本のやつとほとんど一緒ですよね。絵は一緒なんです。ただ、はい、書かれてるのがオランダ語なんです。おお、これ読めないわ。だからヒジって書いてましたよ。だから、はい、僕ねドラゴンボール大好きなんですよ。だからね、はい、ドラゴンボールのセリフ大体わかるのよ。オランダ語で言っちゃうんですか？じゃあ、いや、だから日本語のセリフが大体わかるから、はい、オランダ語で書かれてるでしょ、はいはいはい、書かれててということは、あ、この言葉はオランダ語ではそう言うんだっていうことがわかるわけ。あ、じゃあ勉強楽しくなりましたね。すごいわかりやすく勉強できた。すごい。あ、じゃあ勉強と漫画を楽しみながら、そう、覚えていったってことだから漫画に救われたってことですね。これはね、救われましたね。そのおかげでだいぶはかどったね。すごい。オランダ語の勉強はまさかの漫画で、そう、すごい。ドラゴンボールでそんなところに出会うとは。もうちゃんとね書いてあるんです。 2.95 ユーロって書いてます。いくらですかこれね。当時は、はい、ね、300円ぐらいですか。そうですね、1ユーロ150円だったかな。へー、だから3ユーロだから450円かな。まあ いい値段ですね、はい、でまたでもこれね、はい、ちっちゃい、薄いんです。本当だ、薄っぺらい普通の単行本1巻よりも多分半分ぐらいかなのやつなんですけど、はい、まあ、ちょっとお値段は高めなんです、普段の単行本買うよりは。すごい。ただそれでもこ この 2.95 ユーロ惜しんで、でももう買いまくりましたね。あ、すごい、なんか今一瞬ラジオ忘れちゃいました、これ見たら面白い。漫画いいですね。皆さん の、はあ、あの救われた話とかも聞きたいですね。全然もいいですし、だから僕ねもう漫画いろんなね、漫画も見てますけども、はい、本当にこれはオランダ語のドラゴンボール、これは僕ちょっと宝物です、ね、これ沖縄にあんまないですよね。やっぱりいや、ないよ絶対ないよこれ英語だったらまだあるけど、はい、オランダ語のやつはさすがにこれオランダに行かないとないと思う。何冊買ったんですか？ね、通算ね、フューチャー今日チラッと見たら、はい、25冊ありました。あ、じゃあもう全部ほとんど読み終わって。いやいや、でも25冊だけど、ちょうどこのドラゴンボールでいうところの孫悟空が、はい、あの少年編の、ピッコロ大魔王を倒すところで終わってます。なんかいいとこで終わっちゃったんですね。ちょうどいいとこででも終わってます。じゃあもうその読み終わったところで、あれですか、沖縄に帰ってきたんですか？そう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 、それぐらいがちょうど連載みたいな終わったところだったね。じゃあもうオランダ語も喋れたってことですね。なんとなくなんとなく喋れたりね、できるようになった。すごい。ということで僕はもう漫画にドラゴンボールに救われました、はい、すごいいい話ですね。皆さんもですね、はい、なんかそんな好きな漫画、気に入ってる漫画もおすすめしたい漫画とかね、はい、その漫画に関するエピソードいろいろ教えていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。メールアドレスは、はい、797@fmgino1.com 797@fmgino1.com です。はい、お聞きの放送は 79.7MHz FM ギノワンです。 FM ギノワンではユーストリーム、ツイキャスで映像と音声をネット配信もしています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。たくさんツイートしてください。また、サイマル放送もやっています。スマホの場合はリスンラジオ、リスラジで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがありますので、リスラジでは完全に同じ放送をお楽しみいただけます。はい、というわけでございまして、はい、本日もですね、皆様からのメッセージたくさんいただきて、まあ、1時間ねしっかり楽しんでいただきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、では1曲目は、はい、みやちゃんからの、はい、私が所属してます南部マンゴーパーティーズっていうバンドの曲を1曲目に紹介したいです。はい、タイトル忘れちゃいました。1曲目聴いてください、どうぞ。マンゴネシアでした。マンゴネシアそうでしょ、普通そうだからやめた。
ありがとうございます。レイニーさんパフパフね。ちょっと待ってよ、あるんだ、ちゃんと手元に俺この牛魔王編がある。レイリーさん、パフパフはパフパフだ。これちょっとこれをちょっとパフパフって書いてある。もうちょっと上見えるかな。そうそうそうそこそこ。パフパフって書いてある。PAF って書いてある。そう、この効果音とかもだから全部オランダ語なんだね。ロープパーンとか、ね、これ英語じゃないんですね。オランダ語です。へ、なんか読めない字とかかなと思ったら一応 W とか H とか一緒なんですね。いやだから それはアルファベット全部。へ、結局ありますね。それで私はあれですよ、ちょうど10年前でアニメの歌歌ってたので。ああそっかそっかそっか、あちょうどいいね。PAF だった。PAF余計なお世話リスナー大塚さんね、特典のやつね。そうね、いらないかな。コメントしない方がいいって。そうね、どうぞ。そうね、フューチャー率高いね。先週じゃあ先週は間違えてきたんだ。先週間違えてきたから3週連続に来たことになるんだよ。すいません。いやいいんだけど。ああ紙質とか製本どうなんですかって。うんね、多分でもね、同じような感じなんだよね。ローガ夫婦犬がローガ夫婦犬がマーク・ケンニ・ネスト・エム・ウルフ・テクニック。なんかロー犬、ローガ夫婦犬、ヤムチャの必殺技ローガ夫婦犬がマーク・ケンニスメッエムウッフェンテクニック。ヌヌヤエンイク。スザンブリーズ木曜日お送りしております。よろしくお願いします。メッセージ今日もたくさんいただいてますね。はい、
ご紹介していきましょう。ラジオネーム大塚健二さん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。余計なお世話リスナー、5回裏コーナーって言わない言わない、気になる続いて雨男レイニーさん、ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。こんにちは。いい。そしてラジオネームやっさん、ありがとうございます。はい、こんにちは。今日はカメラアングルいつもと反対なんですね。あ、いやいやいや、これね、あのツイキャスのねカメラアングルね、うん、あのね月曜日だけ逆なんですで、普段いつもだいたいこのアングルですよ。いい。続いてラジオネームタイゴさん、ありがとうございます。ありがとうございます。シュプリームさん、はい、アズマックスミヤちゃん、はいさーい。高校野球集中していて遅れましたですよねそりゃそうですよねありありですよね。はい、気になる。そして、はい、いただいてますのが皆さんね、おたくさんいただいてますラジオネームエミーさんこんにちは。コーナーは、うん、言わない方がいいのねってすごい気遣ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。エコザイルさん、ありがとうございます。名古屋からハロチロンピー、ハロチロンピー、いただきました。さあそして、大塚健二さんが、みやっちゃー、はい、西日本向けの放送お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、今朝の新聞に載ってましたよって。おーおお、そうだよ、すごい。多分私映ってないですよね。はい朝の放送で言ってましたということで、それのやつを、はい、僕コピーを持ってきたんです。あ、すごい。あ、この間のやつですね。そうです。すごい、ね、また改めて紹介させていただきますと、はい、琉球新報さんに、ね、載っておりまして、助け合いラジオで特番、FM 宜野湾西日本豪雨へ寄付という、ね、記事になっておりまして、宜野湾市のコミュニティラジオFM 宜野湾は7月28日西日本豪雨の被災地支援を目的としたチャリティー番組を放送。放送中には同社の交流スペースで音楽ライブも開き、来場者から4万8000円の寄付が集まったと。でこちらの義援金が9月15日まで受け付け、市社会福祉協議会を通じて被災地に届けるという記事となっておりまして、本当にね、ガッと山内さん会長、はい、サッコさん、私も参加しました。映ってますね。はい、すごい、あの高橋さんがすごい一生懸命、熱がもう熱い方だったので参加させていただいてよかったです。会長と高橋さんの、はい、振り幅がすごいのよ。本当ですよね極端やばいですよねすごい、あのエネルギーは本当すごい。見習わないといけない。見習わないといけないです。そうです。あのギャップがあるから僕の番組が真面目に聞こえるって言われてます言ってましたねまあ、そうです。もう、その、うちはもう真面目でいきますから真面目で、さあそして、はい、メールもいただいてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらラジオネーム進撃のめいちゃんさん、はい、いただきました。東さん、みやちゃん、ごめん、野球に集中してたやっぱりね、やっぱりね、車の量が少なすぎるおお、じゃあ今交通量は、いやそうでしょう、みんなやっぱり暑いですよね、沖縄野球を応援するとき、やっぱりどっかで集まって見てるでしょう。今ちょうどだから5時でしょ、いいで、はい、仕事が終わってからちょうどいいところですね。ちょうどこうみんなこう集まって、よし仕事終わったか見ようっていうタイミングですよ。あ、お母さん多分夕飯作るの途中止まってますね、これね。そうそうそう、めいちゃんでございます。まず昨日びっくりしましたね、はい、尾長知事が死去と、改めてご冥福お祈りいたします。そして甲子園甲南の試合途中経過言いたい画像で伝えましょうかって、そりゃ気になるでしょうね、甲子園周り人いますって楽しく聞かせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。でもね、ドラビカルビーチいっぱいですよ、人は。人いっぱいいますよ。まあ、やっぱりまあ観光で来られてる人がね、やっぱたくさんまあいらっしゃるとは思うんですけども、うんうん、そうか、街中に一気に人がいなくなってるのかなみんな今お家にいますねリクエスト曲もねたくさんいただいてまして、ありがとうございます。あれですね、やっぱ 今週のテーマの漫画に関するリクエスト曲、はい、たくさんいただいてますね。すごい来てますね。またかけさせていただきたいなと思います。はい、さあ今週のメッセージテーマの漫画というところで、皆さんからこちらもねメッセージいただいてまして、はい、まず大塚健二さん、
僕は今日先ほどご紹介して持ってきたオランダ5番のドラゴンボールなんですけど、うん、オランダの製本紙質どうなんですか、そっちが気になりますって、うん、いうことなんですけど、どうなんですか、これね、まあでも言ってもこの、まあ、この漫画自体が僕は高校生の頃に買ったやつなんで、うんうんうん、2001年って書いてるんですよ。おだから17年前のやつ。うわ、リアルな数字です ね、 ね、だから17年前のやつって考えたら別に普通ですよね。まあ普通ですね。紙質、表紙がなんかすごい汚れにくそうな感じではありますよ。そうだ、これ表紙とかはすごいやっぱ特別のやつになってるんですよね、普通のあの単行本と違って。うんうんうん、の別になんか紙質が悪いというわけではない。まあこれはやっぱ17年前だからちょっとまあ茶色くね、はい、焼けて紙が焼けてるっていうところありますけども、それでも感じはいい感じですね。そう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 、雨男レイニーさん、はい、ドラゴンボールの中のね言葉のパフパフとかじいちゃんのふかふか金枕とかうん、うん、そんなのもオランダ語になってるんですかってなってますよ。なってます。パフパフがね PAFPAF でした。パフパフで、そのじいちゃんの枕は、はい、えっとね時間かかりそうあります、あった、お、あった。でも多分これだからオランダ語だから、うん、下ネタでも何でもないと思うんだよ。だからオランダ人が聞いたらこの人ラジオで何言ってんのってなりますね。そうそうそうなるんだろうけど、あらら、ネットアルスディファンオッパあ、これでも多分、はい、あのじいちゃんの枕って訳されてますよこれ。あ、もう優しさですね、うん、じいちゃんの枕、じいちゃんの枕だってなってますね。あ、なるほど、こうなんかいろんな、ね、訳し方が、ね、ありますから。そしてシュプリームさん、はい、アズマックスのミヤちゃんも授業中に教科書のカードを使ってパラパラ漫画って書かなかったですかと書いためっちゃ書いてました。書いた、書きました。これでもあのね、俺本当にダメなんだけど、ダメだっていうか、はい、一番苦手なことなんですけど、はい、絵が下手。じゃあ何書いてるか分かんないってことですよね。そう、パラパラしてたら話が変わってるんですね。いやだからパラパラ漫画だから書いてないよ。だから絵が下手だから。私パラパラ漫画っていうかあれですよ、1枚と2枚を違う動きとかにしてこのやってました。パラパラってか1、2、1、2、1、2、1、2やってました。ちょっとだけ繰り返すだけそれだけやってましたもう絵が下手すぎて、絵が下手、もうじゃあ絵心がないんですね。ないんです。ちょっと今度犬とか描けますよね。いや俺もだから今ね、あの妹の子供だ、姪っ子がいるんですよね、はいはい、もう可愛いんですよ、4歳で、はい、すごい仲いいんです、うん、でね、お絵描きが大好きなんですよ。お、女の子だから描いちゃうよね。だから、はい、でアンパンマンとか好きなんです。お、アンパンマン簡単じゃないですか。描いてって言われる、はいはい、アンパンマンはギリ描けた。ちょっと描いてみてくださいよ。アンパンマンは大丈夫アンパンマンは描けた。気になりますよね。ドキンちゃんって言われてドキンちゃんかって。もうバタコさんとか難しいんじゃないですか。難しい。ちょっと後で書かせましょうね。でそれでもいいんだけど、さらに下に甥っ子がいて、はいはいはい、その甥っ子が2歳になるのかな。かわいい。で、うん、まだちゃんと喋れないんだけど、はい、軽く喋れる、あの単語でね、はい、喋れるんだけど、その甥っ子にもこう書いてくれってなんかせがまれたりして、書いて書いて、ニャーニャーって言って、ニャーニャーかわいい、ニャー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 ってことは猫ですね。猫ニャーニャーって言って、うーんってこうやって書くんだけど、はい、うんって言われる。全拒否じゃないですか。違うんですね。違うか。そうか。めちゃくちゃ簡単ですけどね。ごめんねっつって。漫画か。漫画といったら、私はもう、かれこれ10年前、うん、一応、アニメの歌とか歌わせていただいて、うん、ナルトとか、まあ、漫画で、やっぱ私も人生変わったなって思いましたね。ほう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 。曲が決まるときに、はい、あれですよ、それこそ次はこんなテーマが来るので、うん、こんなイメージで書けますかみたいな曲作りをお願いされて、うん、で最初ナルトの漫画を読んだことがなくて、うん、なんか忍者系だからみたいな言われても、うん、全然パッと思いつかず、うん、一から読んでみるとめちゃくちゃ面白くて、うん、でどんどん進んでいくうちに、あ、やばい、ハマる、次なんだろうってやりながらアニメ見てたら自分たちの歌も流れてくるので、うん、おーみたいな感じは何回かありました。俺、その感覚ってすごいよね。すごいですよね。すごいよねっていう。アニメの主題歌。決まって、そうです。すごいな。後にイメージ、あ、こんなだったんだとか。決まって。
ってから曲も決まって、うん、こんなイメージっていうのも教えられながら書いて、そっちなんだ。いや同時進行なんですよ。俺だから分かんないけど、その、はい、曲がありきで、はいはいはい、あこの曲に合ってるからじゃあ使わせてくださいっていうわけじゃない。どっちもあると思います。あそう、曲をどんどん出すんですよ、あっちこっちに私たちが。これ言っていいのかな。それ でその時にちょうどスタートがデビューしてすぐナルトのアニメが決まったんですよ、うんうんうん、もうそれこそメジャーのアーティストラルク・アンシルさんとか、ね、もうめちゃめちゃすごい人たちのもう多分出してると思うんですよ、うん、そこから新人ってバーンって来てで歌わせていただいて、でそのままいろんな曲を あっちこっちに送ってるものなので、うん、パワーパフガールズっていうアニメの3人組のやつとかもちょこっと流してもらったり、おうおうおう、 その後にあのワンピースとかも狙ってたんですけど、うんうん、銀魂っていうアニメが決まったりして、あ銀魂もやってたん。そうやってました。知らなかったわ。めっちゃあこの歌いいとか言って自分たちでめっちゃ始まるアニメ始まるって言って、沖縄だとあんまりやってなかったので。そうだね、やってないね。東京にさっと行った時に6時から夜夕方6時から始まるってなった時に、うん、もうおー始まったみたいな、で自分の声が流れてきた、あ歌ってるみたいなのがありました。だからもう本当漫画はウキウキさせてくれて、一応でも裏はでも大変なことも何度かありましたよ、ね、でも出来上がってこうやってもう世の中のリアルタイムに流れていくっていうところではやっててよかったって思いましたね。ちょっと本当素敵な、今改めてミヤちゃんを尊敬したわ。いやいや、なんで。いやもうでも普通にでもそういうのがあって、すごい今やっぱ音楽好きだなって言ってゆるーくやってますけど、はい、そんな感じです、私の漫画の思いは。はあ、それは曲、はい、えミヤちゃんが曲とかも歌詞も作ったりとか、メンバーが、はい、メンバーもいるので、うん、この曲は誰々が作ったとかっていうのはなんとかなく覚えてますけど、私はメロディーを歌ったりハモったり楽器弾いたりしてるので、うん、あの時このこんな感じだったなとか、一番多分忙しかった気がします、自分の中で。ボーカルはもう歌に集中するじゃないですか。そうだね、私は歌ったりハモリに行ったり、ハモリが大きすぎてもダメなので後ろにちょっと下がったりとかっていうことを考えながら弾いて、あ次は落ちる、キーボードの音色変えるとかっていう、もうライブこそまた MC こんにちはとかやってるので、うんうんうん、忙しかったなみたいな。あまあそう、ね、楽しかった時ももちろんありますけど。いやそっか、はい、でもそうか、そうだよね、ミヤちゃん改めて考えたら、ミヤちゃんは、はい、ナルトと銀魂の曲をやってたのか。そうですね、沖縄だったらあれです、 JTA もやってました。 JTA の歌を CM とか歌ってました。あとは結婚式のやつとかも流させてもらって、うん、結構 CM もちょこちょこ、本当10年前ですので出てくるかな。10年前でしょ。はい。その同じ感じで10年前の時、俺このオランダ語のドラゴンボール読んでたんだけど。いや漫画はもう本当いろんな人作ってますよね。すごいね、はい、めっちゃすごい。だからこの音楽って残るものなので、うん、自分がもし子供が生まれたら聞かせたいなとかはありますね。はい、そんな感じです。いや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 、私の思いは素晴らしい。メッセージ、はい、ね、いただいております。来てますね、たくさんいただいておりまして、はい、じゃあですね、ご紹介しましょうか。ラジオネームタイゴさん、はい、魔人英雄伝渡る、どういうことですか？だいぶ進んだよって。この漫画知ってる？わかんないです。わかんないよね。でもほとんど同世代だけどわかんないよね。へー、これ、あ、わかった、あの青い帽子かぶってる子ですか？青い帽子？あ、違うな、それはタルルートくんか。あ、それだ、違いましたね。わ、渡る？渡るって、まあ、ちょっとロボットアニメみたいな感じだね。へー、うん、いいね、そう、いいですね、そう、いいですね、面白い、久しぶりみたいな、それも。続いて、はい、エミーさん、エミーさん、漫画といえばマカロニほうれん草だって、 L サイズ知ってる人いないかもって。マカロニほうれん草は聞いたことあります。わかんない、あの聞いたことある、でも読んだことないな。読んでみたい、どんななんか内容だろう、気になりますね。ね、これでもおすすめしてるっていうことですよね。美味しそう、でもマカロニほうれん草。いや、そうそう、そうがあのあれね、アパートの方のそうだから、別荘のそうとかですね。そうそうそう。草じゃなかった。そして、はい、エミーさんがさらにもう一つ、娘が、はい、漫画家目指してたけど専門学校でかなりお金がかかるって分かってから、なぜか印刷会社に勤めてる。